エールステッパーズのアキです。今日は1回目のレクチャー動画の撮影をしたいと思います。今日やるステップは3歩です。シンプルなステップで遊ぶっていうことと、あと自分がステップを踏むときに見せ方として気をつけているポイントを共有したいと思います。で、今日もウブと庄司さん来てるので3人でレクチャー動画を、撮っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。正面から見た時に足が2つに見えると、それだけでちょっと目線が散るので、個人的には正面から見た時に足が1本に見える方がステップがクリアに見えると思うので、私は同じ位置にこのステップを踏む時は結構置きます。で、もう一つのポイントは右足と左足を開くと思うんですけど、その時は対称にする。対称にしておいた方が、フェイクとかかけた時に、意外性というか、裏切り感で、ちょっとグッと心をつかめるポイントになると思うので、シンプルなステップを踏む時は規則性というところを意識します。で、これがまず基本のポイントです。で、この3個の、ステップを使って2つバリエーションしたいと思います。で、今まで目の前に置いていた足を今の位置から45度の位置に体ごと向ける。で、この時もさっき言ったみたいに足が1本になるようにしている方が、クリアに見えると思うので、さっき置いてた足の斜め45度正面かつ、体が少し残っているとそれだけで軸がぶれるので、できるだけ足を持ってくると同時に重心も一気に動かしてしまう方が理想的です。これをさっきのリズムでやると 1,2,3,4,5,6,7,8 です。3つ目のステップは今の直角三角形を右に2つ左に2つ作ります。まずシンプルにステップだけやると 1,2,3,4,5,5,6,7,8 で、2箇所動いてるので最後の足を、軸足の位置に持ってきた時にもう一度真正面に持ってくるので、右に行く時は左足がちょっと最後ダブルステップになります。 1,2,3,4 で、重心が2回動くので結構体が、置いてかれることがあるんですけど、できるだけ軸の真ん中にダウンを取ると相手にクリアに伝わると思うので、その点を意識してください。5,6,7,8 はい、今日のバリエーションはこの2つです。まずはじめに
に先生いらっしゃると思うので、その先生に聞いてもらえたらと思いますし、まあ私も機会があればちょっと細かいところも共有できるようにしていきたいと思います。で、一応この次回はこのルーティンの続きをやっていきたいなというふうに思っているので、またテーマを変えて、口レッスンしていきたいと思いますので、次回の動画も楽しみにしてみてください。ありがとうございました。 AM ステッパーズのアキでした。